皆さん、ここ最近山梨県にあるとんでもないニュースがやってきました。何が起きたかと言いますと、なんとあのアミューズがですよ、オフィスを山梨県は富士河口湖町の最後に移すと皆さん言ったんですよ。びっくりですよね。長崎小太郎知事も支援したなど書いてあった気がするんですけども、それは置いとくとして、今回のアミューズの一件は他の企業も皆さん見習うべきなんですよ。どういうことかと言いますと、アミューズって相当力があると言いますか、皆さん有名ですよね。今こそ大企業っていうのは、もしオフィスとか工場等を都会から移すべきなんじゃないんでしょうかって僕は言いたいんですよ。それはまあいろんな事情あるんですけど、僕が地方の企業に田舎に来てくれっていうふうに言ってる理由としては、田舎に移った方がいいんですよ。いろいろ言うと、まずは皆さん社員さんが疲れないっていうことなんですよね。まあそりゃ疲れるんですけども、精神的な負担が減るんですよ。だって自然と共にあるわけですよね。自然の中にオフィスを移すことによって心も何ていうか、都会とかってやっぱり満員電車とかもあるしイライラするじゃないですか。それを防ぐことができるわけなんですよ。あともう一つは地域経済に貢献することができるんですよ。アミューズを例にして考えますと、アミューズが地方に移るってことは社員さんもみんなここに移ってくるっていうわけなんですよね。そうすると必然的にその社員さんもこの地方に移ることになるんですよ。そうすることによって小規模か中規模なんですけど人口が移動するわけですよ。そうすればそのお金を持っている方が地域でお買い物なりお食事等をするじゃないですか。そうすると地方でお金が回って地域経済が潤うんですよ。だから大企業が地方に移るってことはいいことずくめなんですよ。あとですね、自分としてはテレワーク推奨派って感じなんですけど、テレワーク本当にいいんですよ。まあ普通な人にとってはテレワークは普通なんですけども、テレワークをすることによって家でも働けるっていうことが証明されたんですよ。要はですね、わざわざ都会に行かなくたって実家で働くってことも可能になったんです。やっぱり自分としましては今回のあのアミューズさんが作った波、他の大企業の皆さんも積極的にやっぱ乗るべきです。今はやっぱり都会より田舎です。